夜明け間近の静まり返った街の片隅、一人戦いを決意するお前、闇の中虎のように目を光らせて、胸の奥に燃える思いお前を包む、湧き上がる劇場が熱い心がお前の体巨人に変える。やがて昇る朝日はお前の決意の発火点、この戦いにもはやゴールは何の意味もない。朝日を浴びてお前の熱い戦いが今始まる。湧き上がる劇場が熱い心がお前の体巨人に変える。宇宙では今第2のインフレーションが始まっている。宇宙の膨張につれて物質のエネルギーは徐々に拡散していく。体積あたり一定の真空のエネルギーは逆に増大し、そのバランスが崩れた時、第二のインフレーションは一気に加速される。第一のインフレーションは宇宙を創生した。第二のそれは何をもたらすのか。しかし宇宙ではそのような規模のインフレーションばかりではなく、宇宙創生に比べれば小さなインフレーションもある。その超エネルギーを引き出す真空の揺らぎ、バキアス・フリッカーを生まれながらにしてコントロールする力を持った一人の人間がいた。空間そのものを実体化し、物質を生み出す真空のエネルギーを人為的に現実空間で作用させると、己の意識を保ちつつ巨大な体と力を持つことが可能となる。その力、彼はその力の発言をコントロールしなければならなかった。時に2010年、新宿2丁目付近はゴールデン街から歌舞伎町にかけてほぼ壊滅状態です。
か明日？え、いや別に。そう、じゃあ帰ろう。はい。おい、チームはいいやね。派手に暴れ放題。あと始末は全部こっち。ぼやくなぼやくな。これが俺らの仕事。まあ、奴ら見てに命張ってやんなくていいんだからよ。へいへい。それよか、俺ちょっと親方のとこ行ってくから、あと頼むぞ。あいよ。そうだよな、このセクションならあっちより長生きできそうだな。今日はお疲れ様。相方いないんですか？うん。喧嘩でも？いや、仕事中突然いなくなっちまって。怪物処理中にですか？あいつはムラっけがあったからな。この度の始末、どう責任取つもりか。君の首だけで済まんぞ。ああ。サムはスポンサー付きの軍隊なんだぞ。そんなこんな不祥事。大体奴は、以前にも民間人4人に暴行を加えたことがあると聞くが、そんな野獣のような奴は。新井は野獣なんかじゃありません。それ以上言ったら困すぜ、あんた。おい。この男を、私が女だと甘く見るな。悪いな、私は男じゃないんだけど、あんたぐらい行かせてやれるね。元気にしんしょ。
標的が出たら誰が対処するんですか。捕まって警察脱走してこれがサムの休日の過ごし方だ。何なのよあんたたち。大したもんだぜ。そのうちお前までやつやられちゃうぜ。さん、デートですか。不純異性行為は許しませんよ。私がお相手しましょう。辰巳さんも守備が悪いですね。
にいたのね。はい、これ差し入れ。なぜここにいると分かった？殺人はこの辺りでしか起きてないでしょ。絶対現場近くにいると思って。なぜ反応しなかったの？自分の潔白を訴えようとしなかったの？大切なのはこれ以上犠牲者を出さない。自分の立場は問題じゃない。キャップに報告しなかったのはなぜ？サンドは捜査権のない公営部隊かといって警察にはこの件の処理もできない。これ以上犠牲者を出さないためにはこうするより仕方なかった。もうすぐヤツとの戦いが始まる。もうすぐ。からの報告によると標的は現在新宿ラグランジ音楽工房、に潜伏中とのことだ。じゃああとよろしくね。奴は一頭だけではない。巣を殲滅しなければ奴らは
次々と現れる。サム出動不能。どうするみんな、大変だ。次回ラインみんなで見ようね。